けで。はい、今何時？今ですね。もう1時半。あと2時間は。いや、もう無理だろ。無理かね。いい加減、徐々に。で、ここからだって、違う方向に行ったらとんでもないことになるから。というわけで、顔が堪能しすぎだよ。散々観光しちゃったので、まあ、とりあえず行ってみましょうか。ちょっと徐々戻る方向で次よ。これで今川越でしょ。これだと行くか戻るかしかないんだけど、それじゃつまんないよな。だとしたら大宮まで行くか。同じ道通ってもつまんないんだよ。だったら大宮行くんだよ。どこ行ってもお金は変わんないんだ。大宮ね、確かに父ちゃん、駅行ったことないから行ってみよう。醍醐味ですよ。大宮方面。なぜ13時50分20分もあるな。ちょっと待って。皆さん、川越いかがでしたか？楽しかったですね。でもあっという間に幸せに。がっつりと川越に埋没しましたが、もうちょっと行けるかな。大宮って電車で行ったことないですこれ。はい、ここへ来た。これがなんだ、ルミネって書いてある。大宮に着きました。はい、大宮に来ました。すごい、そこがあって、そこ懐かしいな。ちょっとすごい街だな。大宮に来ました。さっきね、ちょっと気になったね、この宇宙劇場っていうのはあれだ、プラネタリウム。それがプラネタリウムはなんかソニック室で、なんか賑わってる。なんか賑わってるね。あ、なんかやってる。なんかやってる。賑わかったな。大宮すごいね。こっちは新幹線出てるんだけど、これずっと行くと那須の塩原。こっち行くと高崎だよ。しかもこれで上の方に行く。こっちなんだ。さあ、どうしますかね。このまま大宮からこの八王子の方戻っちゃってもつまんないから、大宮からあそこ行ってみよう。赤羽、これ行ってみましょう。ルチ、これね、これはもう新幹線だよ、仙台とか。で、こっちのさ、これも上野とかだろ。で、これ宇都宮、古川、高崎とか。いやー、ここへ行くとなんかワクワクするね、こういうの見ると。新幹線乗りたいね。乗ったことないもんね、まだ。東京駅行ってみたいんだ。東京駅行きたいの。東京駅？うん。東京駅か、なるほどな。改札口に、あちらさしが。よし、ここからね、これだ、あっち。京浜東北線、これ。これ行くよ。1番、2番。ついに見つけた駅弁屋。ついに見つけてしまいました、駅弁屋。あったね、峠のカモメシ。キノコ寿司がある。駅弁食べたくなる。なんかね、ご飯食べたけど食べたくなるね。でも食べれる電車じゃないと食べれないだろう。あ、深川飯なんてあるんだ。ポケモン弁当。行ってみよう。これね、今大宮にいるじゃん。赤羽通って、その東京行くんだよ。東京からずーっと越えてさ、品川、川崎で、横浜で大船まで行くんだ。で、大船からさ、茅ヶ崎で橋本戻りゃいいんだ。それ行こう。ぐるり一周だ。ゆうちゃんの聖地、秋葉原。はい、岩が行き、ニアミスでございます。秋葉原、また来よう。また来よう。ありがとう。東京ですよ、東京。彼女にあまり来たことない、東京駅。
よしさ、写真も撮るかい。はい、久しぶり写真撮りまーす。ん、これ初めて。お父ちゃんも、父ちゃんもね、なんかずいぶん前に来た覚えあるんだけど、まだ改修する前かもしんない。東京といえば弁、東京駅だ。おはようございます。おはようございます。いやいいね、東京駅。こっちがメインかな、こっちがメインかな。いいね、東京駅。ここまで来るとは思わなかった、父ちゃん今日。非常に面白い。東京だ。よし、じゃあここからまだまだ行くよ。今度は横浜方面に行きます。はい、こっちの、こっち来て、はい、おお、すごいねこれ。こんなんなってんだね。なんかの。だね、あ、天使か、あ、わかんない。こっからでよくわかんない。すごい、東京駅綺麗、美しい。なんかこんななってたんだね。はい、というわけで次これだ。大船駅行きます。15時59分だからあと2分。行きましょう。戸部聡くん、横浜行きましたよ。疲れてきただろ。足でお兄ちゃんにちょっかい出すぐらい疲れてきただろ。電車って疲れるもんです。横浜に来ました。はい、というわけで館内、横浜に来たで、横浜に。不思議な感じだよね。川越いたのが横浜に来ちゃいました。で、今日なんかちょっと野球があるんだけど、我々はベイスターズを見に来たわけではなく、ちょっと歩いて中華街に行ってみようかと思います。やっていこうか。あ、すごい、横浜だ。すごい活気だね。野球また来たいね。すごい、すごい賑やかだ。こういう活気が大好きだな。はい、というわけで中華街でご飯でございます。ありがとう。これにチャーハンがついて580円。安いよこれ。たまたま見つけました。美味しい。おいしい。うん、ね、チャーシューラーメン5セットで非常にいいお店を発見しました。行きました。ありがとうございます。はい、というわけで食べました。安かったね。すごい満足した。お腹いっぱいになりました。ありがとうございました。というわけで、この川越いたのに、この中華街にこの不思議。よし、じゃあ行きましょうか。はい、というわけで、だんだん日が暮れてまいりました。時間5時40分、そろそろ6時でございますが、ここからさらに帰らねばなりません。家は遠い。そうなんですよ。ここからしかもさ、直で帰ればさほどでもないんだけど、そうそうそう。ここはまたぐるっと、この吉田市へ海行くぞ。海、茅ヶ崎、茅ヶ崎ぐるっと回って、茅ヶ崎回って帰るで。おい、あれ、明日とか入る今日中に家につけるかな。明日帰る。もちろん今日帰りますよ。行きましょう。さらば横浜、さあ、先にさらに行くぞ。石川町から電車になるぞ。でですね、今石川町、石川町からずっと行って、まず大船、大船から茅ヶ崎行って、相模線でずっと上がって橋本でございます。あそこ着けば、とりあえずお家だ。トシ、さすがに疲れてきたろ。父ちゃんも疲れてきた。もうね、青春18切符の旅っていうのは疲れるもんなんですよ。じゃあもう疲れてきましたけど、頑張る。あえて遠回りして帰るからね。まだ行くぜ。大船、とっぷり。とっぷりくらいです。それか。また熱海引かれるけどな。とりあえず帰り、帰りましょう。な、今度はこういうのよ。こういうの乗ってどっか行きたいよな。グリーン車みたいな。こういうのどっか行こうよ。ね。これで旅したいよ。は
い、茅ヶ崎、さあ最後の乗り換えでございます。相模線を探してください。はい、よし、最後仕事方面行きましょう。はい、行きましょうピンポーン、はい、いや、そういうわけでいかがでしたか。楽しかったです。青春時代スキップの旅、うちもいつかこの件を結構面白いでしょ。うん、好き、もう好き放題、行きたい方向に行けるっちゅうのも。またやりますか。はい、絶対やります。今度あれだね、一泊二日ぐらいに行きたいね。じゃあまた卒業お楽しみに。楽しみにします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。